とりあえず薬でこれで治しておくか。置くなよ。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。さてことで、ちょっとタヌキマイレージが溜まってるから、あ、なるほど、こっちか。 DIY でものづくり奨励キャンペーンってことで 150×2、 そして黙々木材ゲットキャンペーン、タヌキマイル 150×2。 なんかこの次々出てくるのいいね。キャンペーン、種まき花咲かキャンペーン、貝買い取りますキャンペーン、シャレやん。めっちゃシャレやん。あ、マイレージプラスで、マイルもプラス。タヌキマイレージプラスはチェックしてくれてるかな。達成回数に応じてさらにマイルをプレゼントする、とってもお得なキャンペーンを実施中だらも。じゃんじゃん達成してどんどんマイルゲットを。肩書き、いわゆるオカマイラー。タヌキマイル300マイルゲットを。何オカマイラーってどういうこと？ちょっとよく意味がわからない。意味がわからない。でもまた結構マイル溜まったね。ってことで、ちょっと私はまたしても、島に行きたいなと思いまして、旅行券を交換してこようと思う。あ、どうも。とりあえず、タヌキ開発マルチメディア端末、タヌポートでございます。ご利用になりたいサービスをお選びください。ってことで、タヌキマイル交換。マイル旅行券をくださいまし。マイル旅行券は2000マイルになります。交換いたしますか？お願いします。マイル旅行券をプリントしています。来た来た。マイル旅行券の発券が完了しました。ご旅行の際はこちらをお持ちの上、アイナ飛行場よりご出発くださいませ。よし。他にも交換いたしますか？いや、大丈夫です。ご利用ありがとうございました。あ、また新しい島や。え、かわいい。え、なんかめっちゃかわいくない？なんかすごい花咲いとんやけど。え、超かわいい。ちょっと待って、写真撮るわ、私。え、めっちゃかわいくない？いいね、いいね。お、君は誰だい？サブレ。わ、この島に僕以外の人がいる。なんだ、君も遊びに来てるのか。はじめまして。僕、サブレ。君はアイラ島から来たアイラくんだね。まさかこんなところでお友達ができるなんて思わなかったよ。ええ、仲良くしてね、ダヒヒン。ヒヒン。この島なんかいいね。てかさっきさ、めっちゃでっかい影なかった？気のせいか。なんかすごいでっかい魚の影があったような気がしたんやけど。何今の？アゲハチョウか。なんか面白いね、こうやってなんか、新しい島に来れるのって。島って何種類ぐらいあるんやろ？同じ島ばっかりにたどり着くことも結構あるらしいんやけど、まあ、それでも、ね、おる動物が多分違うけん、楽しいとは思うけど、なんか、お？あ、こういうところにもメッセージボトルあるんや。へぇー。自分とこの島にしかないんかと思った。そこのラッキーなお前。この前売れたてしてたらうっかり寝落ちしちゃってさ。夢の中でこんな DIY ができたんだ。はっきり言ってすげえ自信作だから、この凄さを誰かに教えたいんだ。騙されたと思って作ってみてくれ。ひらめきの天才、チャンプより。え、夢の中で？夢の中とかなんか何でもありな感じやけんさ。養蜂箱？養蜂？あ、蜂？え、蜂蜜作れるんやない？そういうことじゃない？ふんふん。養蜂箱のレシピを覚えた。え、そういうことじゃない？養蜂箱の中にさ、蜂の巣入れとったら、蜂蜜できるんやないん？まさかの。え、どうしよっかな、サブレ。勧誘しようかな。でもな。なんかね、最初、このなんか、集まりでは、その、島に連れてきた住人を、なんかこう、立ち退かせるのが難しいみたいなの聞いたけんさ、だけんなんか慎重に住人厳選した方がいいな、とかってつぶやいてる人がおって。で、まあ、島に10人までしか住めんみたいやし、お、蜂が飛び寄る。捕まえたい。網持ってなかったよね。作ろう。木の枝拾って作ろう。よしよし。
でもってなんか最初は一気にバババッとじゃなくってなんか3人までしか勧誘できんみたいなの聞いたけん、どうしようかなと。じゃああと1本どっかに落ちてない？ないな。待って、待って、逃げる場所ないんや、ここ。逃げる場所ないから、ああやられ。あー、目の前で。蜂に刺されちゃった、いてて。あー、顔がひどいことに。なんてこったい。とりあえず蜂の巣も持っとこう。くそう。くそう。よし、じゃあこれで、どう？あ、やっぱ花チリオンか。あれ？お。よし、これで、網を作ります。はい、しょぼい網。しょぼい斧って言った。しょぼい網。しょぼい網ができた。さあ、これで蜂を捕まえよ。網。お？よし、来たー。蜂は？あれ？おらんくね？私は、蜂のために網を作ったんですけど。あ、あっちに飛び寄る。ちょ、待って。行くわ。行くわ。はい、来たー。消えたー。消えたー。マジか、蜂は消えるの？だって蝶々消えんやん。お、これは、モルフォじゃない？違う？ちょっと待って。は。イエーイ。ん、これは、カラスアゲハやった。カラスアゲハを捕まえた。真っ暗闇なら見えないかも。イエーイ、新たな生物ゲットー。まあ、でも今ね、博物館建設中で、トンカントンカンしおるけんさ。ちょっと、寄贈ができないんだけども。ね、蜂現れない？蜂。めっちゃ取りたかったんだけど。あの蜂と、蜂の巣から出てくる蜂はまた別の蜂なんかな、種類。で、さっきからね、この真ん中の池にさ、結構大きめの影があるの気になっとんよね。よし、ここは、釣りますか。来いよー。おいで、おいで。ん？ちっこいのがかかったんか。ちっこいのがかかってくれてもいいけど、でかいの逃げた。ん？オタマジャクシ？オタマジャクシを釣り上げた。カエルの子はオタマジャクシ。そう、カエルの子はカエルではないのだよ。じゃあ私、でかい子が欲しいんだけど。おいでよー。めっちゃ無視される。超無視される。さあ、来い。お。来たー。ん？これは、鈴木じゃない？違う？来いやった。かっこいい。こっちの子は？こっちの子も濃いかな。これはちっこいやつになるな。いいよ。あ、あっこもしかして私散らした？なんかちょっとつぼみになっとんやけど。でも散ってもつぼみの状態ではあるってことなんかな。お。何かかかった。おたまじゃくしじゃねえか。おたまじゃくしじゃねえか。サメとかも現れるかな？ね、ちょっとその辺も楽しみなんだけど、私。ん？これは捕まえたことないやつじゃない？ねえ、そこの。あ、大ゴマダラやった。捕まえたことあったわ、思いっきり。サメは出現しませんか？自分のとこの島でも現れるんかな、ちゃんと。無人島だけでなく。てか
かあの、網をゲットしてからさ、なかなかヤドカリが現れんねえけど。そういう時に限って、全然現れんねえけど、どういうこと。ってことで、あ、いっぱいやね。もういっぱいいっぱいやけん。じゃあ帰りますか。また可愛い子がおったら勧誘しよっと。帰ります。ちょっと蜂に刺された顔で申し訳ないけど、帰りたいです。アイナ島に帰るんですね。大事なものの置き忘れはないか確認はお済みですか？オッケー。ラジャーです。では参りましょう。どうも。このやりとり好き、毎回。かわいい。あ、そうそう。金鉱石を売り払って、ちょっとあの、薬をもらいたいです、私。ね、こんな顔じゃ、ちょっと。住民が買い物に来たりとかもあるんかな、やっぱり。さあ、それじゃあ、ちょっと、お薬をくださいまし。はい、お薬。あ、でもこの顔で住民に話しかけて、ちょっと反応も見たいけん、それからにしよう、飲むのは。あ、そっか、持ち物いっぱいや。ちょ、待って、売らせて。あ、そうそう、大事なことをお伝えし忘れてました。何？商店のオープンに合わせて、新しく3つのサービスを開始したんです。1つ目は株の買い取りサービスです。株の行商の方が島に来られるそうなので、それと合わせて取り扱いを開始しました。株は毎日午前と午後に買い取り価格が変動しますので、その時の株価は直接お尋ねください。なお、行商の方が来られる日曜は株の買い取りはお休みですので、その点もご注意くださいませ。二つ目は高額買い取りサービスです。あ、ちゃんとあるんや、それ。日替わりの対象アイテムをお持ちくだされば、通常の倍の価格で買い取らせていただきます。なお、その日の高額買い取り品はお店の前の看板をチェックいただくか、直接お尋ねくださいませ。最後はお店の前に設置しました、買い取りボックスです。こちらはお急ぎの時や営業時間外にお振り込みにて商品を買い取るサービスとなっております。手数料の分買い取り価格が下がるのと、株の買い取りや高額買い取りサービスには対応しておりませんのでご注意くださいませ。以上になります。すみません。すっかり説明が長くなってしまいましたが、今回はどんなご用でしょうか？買い取って。買い取りでございますね。では、お売りいただけるものをお見せくださいませ。ませー。雑草はいつでも手に入るけん、とりあえずもう売っとこう。あ、これは、あの、養蜂箱が気になるけん、ちょっと、とりあえず持っとくとする。おたまじゃくし1個はいいや。んーで、大ごまだらも前寄贈したはず、やけんいいや。いろいろお持ちくださったんですね。では計算しますと。はい。では、合計、11,120 ベルでの買い取りでいかがでしょうか？売っちゃいます。ありがとうございました。またいつでもお気軽にご利用くださいませ。ませー。ってことで、薬をくださいな。そして、ハンナちゃんにも声をかけたい。おったかな？誰かしら歩きよってような気はするけど、気のせいか？よし、これで。もう大丈夫。ありがとうございました。さあ、誰かその辺を歩いているかい？くるぶしがおるな。くるぶしに話しかけてみようじゃ。やっほ。お前。イメチェンするにしてもちょっとギャップがすごくないか？実際。ああ。それ、蜂にやられたのか。あいにく今は薬を持ってないけど、その辺に取れる材料で簡単に作れるから、レシピを教えてやるぞ。え、マジで？作れるんかい。その腫れた顔でもっかい刺されたら、絶対気を失っちゃうから、薬は持ち歩いて置いた方がいいぞ。ありがとう。レシピもらっちゃったよ。ん？あ、これは養蜂箱。蜂の巣3つもいるの、マジで。こっちか。まだ覚えてない。お薬。ふんふん。お薬のレシピを覚えた。なんか、あれやね。いろんな条件で、いろんなレシピを
思いついたりとかゲットしたりできるわけやね。すご。あ、家におるっぽいね。この顔で訪ねていく。どうも。うわ、あんたその顔、もしかして蜂にでも刺されたのかい？あいつらは凶暴なんだから気をつけなきゃダメじゃないか。と言ってももう遅いけどさ、だってね。まあ、しょうがないよね。あんな迫ってこられたらね。とりあえず薬でこれで治しておくか。置くなよ。置くなよ、飲め。ふぅ、一瞬で。一瞬で元通り。あ、ちょっと大きくなったね、木。よかった、よかった。さあ、ということで。じゃあ、今回はこの辺で。待って、薬は何で作るの？雑草とかかな？雑草からは無理。え、雑草や。雑草と蜂の巣？へー。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ次、次回、どっか島に行った時には誰が現れるかな。なんかね、いろいろと動物がうろうろしよるけん楽しいよね。